やっとボートのラッピングが今シーズンの仕上がりました。で、まあ今から、開幕戦が行われるテキサスに向かいます。まあ多分14、15時間ぐらいは走るんじゃないかなと思います。まあでもやっとこうスタートラインに立てるかなっていうのですごいワクワクしてますね。先シーズンとか、ちょっとこうね2シーズンぐらいあんまりいいシーズンではなかったので、いいシーズンというか、まあ、成績自体はね、ちょっとこう、まあ、総合ランキングがパッとしなかったんで、今シーズンは絶対にこうちょっとやったれたかなと思います。で、まあまあそのためにはやっぱりなんていうんやろな、道具も、ちょっとこう進化したものを準備しました。これはもうスティーズ A って言って、絶対に今シーズンからのメイン機種になるリールかなと思います。プロト段階で使ってて非常にこう僕がいつも言うようにガタが少ないのと、これ見て分かるようにこう深溝なんですよね、スプールがね。だからこの深溝っていうことはやっぱこう太い糸をたくさん入れれるっていう、だからパワーフィッシングとかにも非常に向いてて、それでいて、キャスター切らしが損なわれていないという深溝になってもリールの中にたくさんラインを巻いても全然こうキャスティングに支障は全くないという、でも本当にこう僕がこうお手伝いする時から、非常にこう使いやすかったんで、今季はこれを導入しようかなと思ってます。スティーズ A です。まあとにかく頑張ってきますんで、今シーズンも皆さん応援よろしくお願いします。行ってくるよ。